音声レビューなんですけども、気になってことは、これですね。ブラザーから出ているモノクロレーザープリンターがあるんですが、こんなような名前だったと思うんですけども、2000円。あれ？ H ですね。が、2000円。キャッシュバックというのを、2010年の7月までやってるの、31日までやっているのです。キヤノンのモノクロレーザープリンターもキヤノンだったと思うんですが、LBP だったかな、あれ、LBP3000B というやつは、キャッシュバックは3000円やっているんですけども、キャッシュバックの金額が3000円でやっているのですが、これが期限が、ね、6月31日、30日までなのです。キヤノンモノクロレーザープリンターは、まあ、HP は出て、HP、ヒューレットパッカーが出していたような気もするんですが、はっきり分かりませんが、モノクロレーザーを出しているのが分かっているのはキヤノン、で、エプソンじゃなくて、どこだったかな、エプソンですね。あと、ブラザーというところなんですけども、キヤノンとエプソンだったかな、なんか、まあ、この2つはブランド力があるんですが、ブラザーというのは自分の中でですが、あんまり、なんて言うんでしょう、信用まではいかないんですけども、なんていうか、ブランド力が低いような、この上の2つと比べて低いような気がしていたんですけども、ただ、ブランド力が高いということよりも、ブランド力が高い会社よりも、その下にある会社の方が何かいい製品が作っているような感じがしたので、見てみたんですが、で、ちなみにこの、これじゃなかったですね、HL は、だいたい1万、Amazon とかで1万1000、1万1000円くらいで、ています。これにキャッシュバックの2000円を引いてみると、9000円で買えるのです。間違えました。で、買えるのです。ずいぶん物が安くなったなと思いました。あとは、関東圏に主に出している PC デポというパソコン関係の、まあ、量販店があるんですが、ここで、明日なので、日曜日に内蔵ハードディスク2テラバイトの内蔵ハードディスクが9700円ぐらいで、で、9980円ぐらいで販売されるのです。ネジとケーブルがだいたい1050円ぐらいかかるので、だいたい、まあ、1万30円ぐらいで買うことができるのです。2テラバイト、これを単位を直すと、まあ、2000ギガバイトですね。で、2000で123つけてメガバイト。
3000123でキロバイトというこの、まあみんな単位は違うんですが、まあ容量は同じなんですけども、正確に言うとまあ容量はちょっと違ってくるんですが、だいたいまあ約このような感じですね。こう考えると 2TB というのは相当な額です。これが1万円、まあ1万1000円前後で買えるというのが、本体はまあ1万円切っていますが、随分値段が安くなったなと思いました。今ちなみに使っているパソコンのハードディスク、今自分が使っているパソコンのハードディスクは 500GB です。で、500GB なんですが、プラッターっていうんでしょうか、硬い円盤があるんですが、これをまあ例えば 2TB の内蔵ハードディスクだったら、プラッターと言ったと思うんですが、プラッターまあ 500GB のプラッターを4枚重ねて 2TB というふうにしています。なので、これ今使っているのは内蔵、まあ自分が使っているパソコンは内蔵のハードディスクは 500GB なんですが、このプラッター1枚なので、かえって故障する率が低くなるのではないかというようなことを、自作関係の雑誌に書いたというような気がします。それと、2010年から2011年に向けて、内蔵ハードディスクの容量なんですけども、プラッターの密度が、今は、プラッター1枚に 500GB という感じなんですが、これが 667GB や 1TB になるというようなことが書いてありました。となると、プラッターを4枚重ねると、プラッターが1枚で 1TB だとすると、 4TB の内蔵ハードディスクが出てくるのです。本当にすごい時代だなと思いました。なので、YouTube などが動画を無制限で 2GB まで、まあ、10分の制限がつきますが、動画の長さは10分間という制限がつきますが、無制限でアップロードできるんだなと思いました。ちなみに YouTube に今どれだけ自分が動画を上げているのかというと、830前後まで動画を上げています。最初の方は親指シフトの動画だったり、あと視点いろいろの音声レビューというのをやっています。これが180ぐらいまでいったんですが、そういうのを上げたり、あとこうやって音声レビューを入れたりしています。音声レビューは意外に音声が、まあ、容量が取らない、容量を使わないのです。今こうやって音声は入れていますが、音声、まあ、バンディカムというソフトを使って、画面をキャプチャーしているんですが、9分20秒で容量は 34.4MB でした。まあ今、バンディカムも無料版と有料版があって、今使っているのは、バンディカムの有料版使っているのですが、無料版だと10分間までしか動画が投稿できないのです。まあ、YouTube に投稿するにはまあ最適なんですが、YouTube も10分以上長い動画は扱えないので、でもちょっと時間が来たので、一回ここで切ることにしますが。